これで完成。超簡単。皆さんこんにちは。今外の温度は36度。毎日毎日暑くて何しようかなって思ってて、やっぱり夏はスイカファチェっていうものを作りますけど、前ちょっと篠久保でジュース屋さんも少しやってたから、夏にめちゃくちゃ売れてたそのスイカジュースを今日作ります。それを飲みながらファチェまで今日作りますね。ファチェは見た方もいると思うんですけど、スイカを半分切ってそのまま入れ子で仕立てるお店もあるし、まあ、家ではうちのボウルとかにそのまま、まあ、口直しっていう感じでデザートみたいな感じで食べたりとかするんですけど、もう日本のバージョンで作ります。まずスイカジュース作る時入れてほしいのがあるんですよ。グラニュー糖と塩の組み合わせを作るんですけど、 100g 塩は 10g 10分の1ですね。これをよく混ぜてください。両方使えるんで、これやる時は必ずグラニュー糖を使ってください。砂糖じゃなくてグラニュー糖で。スイカのカッティングをしますけど、ジュースにします。まず熱いからそれ飲みながら、これめっちゃ美味しそう。スイカ 500g 入れて、蓋を閉めて、これで完成。超簡単。ミキサーの性能がすごく大事で、氷がマジェルミキサー使った方がいいですよね。これでスイカジュースですね。夏これめっちゃ美味しいじゃん。カップある、ちょっと飲んでみて。これ飲むとすっごい美味しい。これなんでかっていうと塩が効いてる、それがポイント。수박씨바르는게좋은데일단은그냥뭐야믹서에다갈아버릴거니까그냥これを飲みながら今日화채を作りますね。まずこういう大きなボールを用意してほしいですね。これは日本のバージョンだから炭酸とカルピス、これ現役だから、ここに見ると4対1に割ってくださいって書いてるからこれで割りますけど、韓国だとサイダーをよく使うんですよね。サイダーでも日本はカルピスをたくさん飲んでるからカルピスだけ作りますね。レモンは後ろカットして、酸味を追加したいからレモンのさっぱりのこのまま入れます。少しグラニュー糖ミックスを大さじ1、2溶かせる。でこのぐらいタイミングでスイカジュースを、スイカをきれいに切って入れるんですけど、基本はスイカ、そこからここに多分サクランボ入れたり、缶詰のフルーツミックスとか入れたり、パイナップル入れたりとかするんですけど、夏はスイカだけで一番いいと思いますね。今暑すぎて料理するのもいいんだけど、こういうのも夏にちゃんとやった方がいいんじゃないかと思って今日は。でこれですね、これを味見だけして、早くしていいですね。これ美味しい。ラップ、このまま冷蔵庫に。でこれを1時間から2時間ぐらい冷やした後にみんなで家族で分けて食べてほしいんですけど、とりあえず一旦冷やしておきます。そこから食べますね。あのファチェが冷えてきましたね。
これを全部食べきれないからお皿に持って、これスープがポイントだから、スープっていうか汁、汁っていうかジュース、このジュースがポイントだから、レモン1個ぐらいは一緒に置いて、これはさっき作ったスイカジュース、まずスイカジュース、これめちゃくちゃ美味しいです。スイカジュース、なんでこんなに美味しいかっていうと、さっきグラニュー糖を作った時塩が 10% 入ってるんですよ。その 10% でこんだけ美味しくなるんですよね。それがポイント、甘みを抑えながら塩味も出してる、それがもうこの夏にも絶対、もう絶対これはおすすめ。あと時間が経つと種は縮んじゃうから、このカップだけ移しては種だけ残るから、もうミキサーでそのまま混ぜちゃって大丈夫ですよ。あとこれはもう夏に絶対あった方がいい、夜夕食を食べた後にこれを出して飲みながら食べながらテレビを見る、ネットリックス見ながらこれを食べるっていう。じゃあいただきます。これもポイントは塩、夏に汗いっぱいかくんじゃないですか、やっぱ塩分が欲しいからその塩を入れて、めっちゃ美味しいな。これまあスイカをメインにして桃とかチェリーとかさくらんぼとか、この季節に夏にある果物を入れて、トマトはダメですよ、合わないから。スイカのままでも十分美味しいんだけど、なんでこんなことするのっていう方もいるかもしれないですよね。でもこれはまだ違う味がするから、半分はこのまま食べて残り半分はこういうのをで、まだ作って食べるとまだ別の味で楽しめるから、あとこれは簡単に食べれる、こうやって食べてほしいです。今年の夏めちゃくちゃ今もうすごい暑いんですよね、毎日毎日。それでまあこういうのを食べて夏に負けなくみんな頑張って生きていきましょう。ありがとうございました。こんな話したらスイカでスーパークチョするんで、エンダル주시했잖아주시주시と同じレシピなんですか。そう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 、あー、すごい。公開、公開해도되나요？もう、ほっていいでしょ。